ササラです。2023年4月6日、自民党デジタル社会推進本部 Web3 プロジェクトチームが Web3 ホワイトペーパーを取りまとめました。この動画では、主に日本の暗号資産税制の現状と Web3 ホワイトペーパーで提言されている内容を解説します。ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。では、早速本題に入ります。Web3 ホワイトペーパーとは、今回の Web3 ホワイトペーパーは、2022年3月に取りまとめた NFT ホワイトペーパーに続く形で発表されたものです。Web3 ホワイトペーパーは、次の3つの項目で構成されています。1. 事業遂行上のボトルネックとなっており、直ちに解決に向けて取り組む論点。2. Web3 エコシステムが発展し広く普及することを見据えて、今から議論を開始、進化すべき論点。3. NFT ホワイトペーパー提言の進捗モニタリング。特に一つ目の項目に含まれる日本の暗号資産税制の問題は、日本の投資家や事業者の重い負担になっており、早急な改正が求められています。これまでにも、2022年9月7日に一般社団法人新経済連盟が、暗号資産に関する2023年度税制改正要望を政府に提出したり、2022年11月16日に一般社団法人日本ブロックチェーン協会 JBA が、暗号資産に関する税制改正要望を政府に提出するなど、暗号資産税制の改正に向けて、業界団体からの働きかけはありました。しかし、申告分離課税の導入や、暗号資産同士の交換時における課税の撤回などは実現していません。今回発表された Web3 ホワイトペーパーは、自民党デジタル社会推進本部 Web3 プロジェクトチームが取りまとめており、与党である自民党内部からの提言となっています。自民党デジタル社会推進本部の本部長は平井卓也衆議院議員。Web3 プロジェクトチームの座長は平正明衆議院議員であり、ベテラン議員が Web3 プロジェクトチームを主導しています。日本の暗号資産税制。日本の暗号資産に対する税制の問題点を紹介します。一つ目は、雑所得で課税されるという問題です。2023年時点において、日本では暗号資産取引から生じた所得は雑所得で課税されます。雑所得で課税されると、住民税 10% と合わせて最高税率は 55% となり、諸外国に比べて厳しい税制のため、投資家や事業者の海外流出が増加しています。雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得を言います。雑所得で課税された場合の税率は次のようになります。暗号資産取引で1億円以上の利益を出した人を送り人と呼びますが、2017年には多数の送り人が誕生しました。1億円を超える利益が出た場合、最高税率の 55% が課されると手元には半分ほどしか残りません。暗号資産で多くの利益が出た場合、税金のかからない国へ移住したくなるのも、当然の話と言えるでしょう。Web3 プロジェクトチームは Web3 ホワイトペーパーで、この税率が高い問題を解決するために次の提言をしています。暗号資産の取引にかかる損益を申告分離課税の対象とすること。暗号資産にかかる損失の所得金額からの繰越控除。翌年以降3年間。を認めること。暗号資産デリバティブ取引も同様に、申告分離課税の対象にすることが検討されるべき。暗号資産取引が申告分離課税の対象となった場合、税率は 20% になります。例えば、暗号資産取引で1億円の利益が出た場合、現状の雑所得で課税されると、およそ半分の5000万円ほどしか手元に残りませんが、申告分離課税で課税されると8000万円が手元に残ります。5000万円と8000万円の差は大きいですよね。次に、暗号資産取引では同じ年の取引であれば損益通算は可能ですが、年をまたいだ損益通算はできません。
年をまたいで損益通算することを繰り越し控除と言います。繰り越し控除ができない場合と繰り越し控除ができる場合を比較してみます。まず繰り越し控除ができない場合、例えば2020年に100万円の損失が出ると税金はかかりません。そして2021年に100万円の利益が出ると税金がかかります。2020年の損失と2021年の利益を相殺できないということです。次に繰り越し控除ができる場合、例えば2020年に100万円の損失が出ると税金はかかりません。そして2021年に100万円の利益が出ても税金はかかりません。2020年の損失と2021年の利益を相殺できるからです。2つ目は暗号資産同士の交換に所得税がかかるという問題です。2023年時点において日本では暗号資産同士の交換には所得税がかかります。次のような事例を考えてみましょう。まず100万円で 1BTC を購入します。 1BTC の価格は100万円です。次にその 1BTC でイーサリアムを購入します。 1BTC の価格は200万円に値上がりしています。この場合 1BTC でイーサリアムを購入した時点でビットコインの値上がり分の100万円に対して課税されます。しかし手元にはイーサリアムがあるだけで税金として納める縁はない状態です。 Web3 プロジェクトチームは Web3 ホワイトペーパーでこのような場合法定通貨を取得しないため税務申告の妨げになっているとして次の提言をしています。暗号資産取引に関する損益は暗号資産同士を交換したタイミングでは課税せず、保有する暗号資産を法定通貨に交換した時点でまとめて課税対象とすることが検討されるべき。暗号資産は BTC 建てで取引することも多く、暗号資産同士の交換に課税されている現状では税金の計算が複雑になりすぎて現実問題として正確に計算することができない状況となっています。 Web3 ホワイトペーパーの提言にあるように保有する暗号資産を法定通貨に交換した時点でまとめて課税されるようになれば税金の計算がかなり簡略化され暗号資産取引が活発化して結果として税収が増えるという試算もあります。海外の暗号資産税制。海外の暗号資産に対する税率を紹介します。日本の税率と比較しながら見ていくといかに日本の税率が高いかがわかると思います。ポルトガルの暗号資産税制。ポルトガルでは暗号資産を支払い手段の一形態として捉えており、個人が暗号資産取引で得た利益には課税されません。法人に対しては一定の課税がなされます。マレーシアの暗号資産税制。マレーシアでは暗号資産を資産とみなしておらず、個人の場合は暗号資産の売却益に課税されません。シンガポールの暗号資産税制。シンガポールでは暗号資産の売却益には課税されません。ドイツの暗号資産税制。ドイツでは取得したビットコインなどの暗号資産を1年以上保有してその後売却して利益が出た場合所得税がかかりません。韓国の暗号資産税制。韓国では暗号資産の売却益が250万ウォン約25万円以上の場合 20% の課税がなされます。この税制は2022年から施行予定でしたが2025年に延期されました。アメリカの暗号資産税制。アメリカでは取得した暗号資産を1年以上保有してその後売却して利益が出た場合 0% から 20% までの範囲で課税されます。スペインの暗号資産税制。スペインでは暗号資産の売却益に対して 19% から 23% の範囲で課税されます。フランスの暗号資産税制。フランスでは個人投資家による暗号資産の売却益に対して 30% の課税がなされます。暗号資産同士の取引については非課税です。まとめ、いかがだったでしょうか。日本の暗号資産税制は世界各国と比較しても飛び抜けて税率が高く、暗号資産や Web3 の発展の妨げになっているという現状があります。この現状を改善すべく
今回自民党デジタル社会推進本部 Web3 プロジェクトチームが Web3 ホワイトペーパーを取りまとめて発表しました。一気に提言通りにはならないと思いますが、改善に向けて着実に進んでいってほしいと思います。皆さんは日本の暗号資産税制についてどのようなお考えをお持ちですか？よろしければコメントをいただけると嬉しく思います。ブログとツイッターの URL は説明欄に記載いたしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは仮想通貨の情報をわかりやすく発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。